皆さんお今回、コロナ禍で生活後自給者がすごい増えているのは皆さん知ってると思うんですけど、失業者とか貧困層とかパパ活する女の子、体を売る女の子とか本当に増えていて世の中が悪い方に行ってるんですよね。これがコロナのせいか国のせいか行政のせいか個人のせいかって何とも言えないんだけど、こういう まあ現状なんですよね。それでまあ NPO の人とまあ話してまあいろいろ分かったことがあるんですけど、NPO の人っていうのはその生活保護へのパイプとして NPO があったりもするんですよね。要は NPO の人の力だけじゃ、その貧困にあいぐっていうか本当にね、あの生活があの困難な人、困窮者を救うことができないわけじゃないですか。結局国があの金銭的な部分で あの支援するしかないんですすよよね、まあ、それが生活保護ってことになるんで,で NPO があの結構ねシェルターとかあのアパートとはなんか呼べないようなアパートとかそのシェアハウスとかをあの持ってるんですよね。でそこにそのホームレスだったりとか今住む場所がない暮らす場所がないそのアパートマンションを追い出されてしまったその住まいを追い出されてしまった仕事とかお金がなくなってっていう。 本当にその日食うに困ってる人、クラスに困ってる人を NPO が確保するわけですよね。それっていうのは NPO もそのシェルターとかシェアハウス持っていると同時にあの役所も持ってるんですよね。まあビジネスホテルに案内してくれたりとかなんか役所は会員施設とかあるんですよ。で、そこに行く人っていうのは要はホームレス状態なわけじゃないですか。で、ホームレス状態になるっていうことは 生活保護を受給するまでの段階でホームレス状態になるっていうことは生活保護の恩恵をものすごく受けやすいっていうことがあるんですよね。で、どういうことかっていうと、その人はあの住まいがないわけですよね。ってことはホ、まあ、ームレス、だから今 NPO が一時的に預かってますあの、役所が一時的に預かってますってなってるんですよね。その人がじゃああの ずっとは NPO も役所もね預けるのが不可能だから、生活保護を受けて自立してもらいましょうってなるわけじゃないですか、その預かってる最中に生活保護をその自給させるんですよね、それで、自給なりました、生活保護、審査通りましたってなったら、じゃあその人がアパートをあの見つけるって話になるじゃないですか、それで家賃の,その上限があってね、その上限の範囲内で探すわけじゃないですか。 その時にやっぱ、まあ、一人暮らししたことある人だったら分かると思うんだけど、最初にその家賃と同時に初期費用っていうその不動産屋で払うお金が、まあ、家賃がね5万だとしても20万とかかかりますよね。資金、礼金がゼロだとしても、鍵交換とか消毒とか,なんか保証料、なんとか保険とかね、20万くらいいきますよね。それを、あの、まあ、都内だったら、 あのちょ正確な額は忘れちゃったんですけど、25万まで、約25万まで、初期費用として生活保護であの払えるんですよね。ってことは、要は、一番しんどいその初期費用25万をあの国が払ってくれるんですよ、それであの最初のお金も払ってくれて、ほぼほぼ全部払ってくれるんですよね。 いい状態なんですよね。まあ、損得で言ったら、もちろんそこまで行くまでのプロセスは、あの、本当に、もう、生きるか死ぬかとか、困難な状況だと思うんですけど、でも、それが、まあ、理想的な生活通報の受け方でもあると思うんですよね。そのために、その、NPO は、その、貸してるわけですよ。で、NPO の人は、あの、知識があるから、ちゃんと教えて、一緒に同行して、まあ、そういうふうに、ね、ちょっとでもいい暮らしをしてもらいたいがために、まあ、そういうことをするわけですよ。で、 今問題なのが NPO と何件かちょっとやり取りしたんですけどどこもその満室なんですよ。NPO があのもう人がパンパンであのこれ以上人をもう今はもう無理です。どこの NPO も口を揃えて同じこと言うんですよね。そんだけ今あの困窮者生活保護を必要としている人ホームレスの人とか普通の生活が ままならない人が本当に増えていて、本当これ社会問題だなって思うんですよね。でも、まあ俺言ったんでしょ言ったんですよ、正直にね、NPO の人に。あの、でも NPO がこうやって、あの、一時的に、あの、ホームレス状態の人をこうやって避難させていたら、NPO の人がすぐ申請、ね、同行して生活保護を受けさせれば、じゃあアパート探しましょうかって言って、あの、バンバンその入れ替われるじゃないですかって言ったら、いや、そんなことはないって言うんですよね。そのなんか作業が、 なんか、もちろんね、NPO はとっととね、サイクルを早くしたいよ。その一人でも多くの人を助けたいから。でもね、役所がね、結構ね、なんか、ああだのこうだの言って、あの、早くてもう3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月なんですって。長いと半年ぐらいかかって、だから一人の人を NPO が半年ぐらい、その、扱えてないといけない状況とかになってるんですって。それが本当に、 NPO のの人も怒ってるんですよこの状態がおかしい <laughs> だから本当は福祉であのね、こういう救済の制度で憲法があって生活保護に対してその窓口の人なりケースワーカーなりがもっと迅速にやっていかなきゃいけないのに <laughs> ここまで NPO は知識があってちゃんとしっかりその審査とかしてもそのなんか要はさあの役所の方も NPO のなんか 思い通りにはさせまいとなんかうまくねそのスムーズにいかせないようにするんですってそれでなんか、うん、ホームレス状態の人ねうちの NPO が確保して3か月4か月はやっぱ抜けるまで結局はいさせなきゃいけない最後はねその,その人がアパート初期費用見つけて生活をかかった上でそうなって自立してもらうんだけどでもまた次の人が来るんで。 とにかく今いっぱいだって、それどこの NPO もそうなんですよね。だからこれが今の状況で、本当にね、これね、なんか、うん、良くないなって思うし、なんか、NPO はこんなに頑張っているわけじゃないですか。でも行政の方が、なんかね、その NPO を、なんか、その形式をなんか嫌ってるっていうか、なんか乗らないんですよね、力で。本当に NPO の人は、うん、これはもう間違ってるおかしいって言って、でも最後は、 ね、本当になんか悪い心配はその争いになるんですって、まあ、それがね裁判なのか何なのかわかんないけど言い合いなのかわかんないけど争いになるってでもやっぱりその役所行政側の方をあのもうちょっとさ動かすっていうのは結構難しくてだ本当にねその役所の方が不祥事を起こせば別かもしれないんですけどよく録音してそれを公開したとかでこれはないんじゃないってねそうしたらなんかあの。 ニュースになって頭下げてたりとかするじゃないですか。そうなればいいんだけど、多分ね、なんか役所の方もペナルティを作んない形で、うまくなんか、うーん、なんかもたもたさせたりとかするんだろうなって思うんですよね。だから、まあ結局、あの、僕が言いたいのは、その、まあこういう現状ですっていうのと、で、こういうね、僕の話を聞いて、なんかあの、これを見てる人が、 そういうい NPO とかその本当にその困ってる人とかにあのなんとか私がなんかできることは何だろうって考えることと別にか上から言うつもりはないですけどとやっぱりねその行政の方をもうちょっと変えなきゃいけないからこういう声とかを、ね、山本太郎とか、まあ、そっち系にアプローチする人いるじゃないですか須の元気とかやっぱ届けたいなって僕思うんですよね。 まあそういう声が、あと NPO の人もね、政治の方にアプローチできるから、やっぱいけないよねって思うんですよね。で、そんな中で、あの、中野区の方が、あの、生活とか国民の権利だからあの、しっかり申請しましょうみたいなポスター出したんですよね。その中野区に、その、男気を感じてる人は結構多いんですよね <laughs>。男気っていう、ちょっと言い方語弊があるかもしれないけど、なんか、行きじゃねえかみたいな。だから、中野区を見習ってほしいなと思うんですよね。 絶対にそのねあのー、こういうあのー、弱者的な立ち位置の人をほったらかしにしてら絶対この最終的にはこの「コは全体全体はこうだと僕は思うんですよね。個っていうのは個人のは人ですよだから子,子をそのねその弱い立場で困ってる人を何かしらにしたら全体に影響して結局は全部があの沈んでいくっていうことになるのかなって僕は 思ってるんで、まあこういう発信はしたいと思います。どうもありがとうございました。